皆さんこんにちは。本日はスペインのアンダルシア地方に位置するグラナダに来ております。今回訪れる世界遺産はグラナダのアルハンブラ宮殿ヘネラリーフェリ宮アルバイ新地区になります。この世界遺産はイベリア半島のイスラム勢力ナスル朝によって建国されたグラナダ王国の宮殿などが世界遺産に登録されています。グラナダ王国は200年以上にもわたりキリスト勢力から国を守り続けましたが、8世紀から続くレコンキスタの影響により1492年にグラナダ王国は陥落してしまいます。それでもイスラム美術が発展した装飾、アラベスク文様や水路や噴水でコーランの楽園をイメージしたイスラム式庭園など、グラナダ王国が陥落後も破壊されることなくイスラム建築の傑作の数々が残されています。それではアルバイ新地区から回ってみたいと思います。アルバイ新地区はイスラム支配時代の街並みが残っており、細い道と白壁の民家が密集しています。そしてこちらはサン・ニコラス教会とその隣にある展望台です。この展望台からはアルハンブラ宮殿が一望できます。それではここからアルハンブラ宮殿の敷地に入っていきたいと思います。こちらはカルロス5世宮殿です。グラナダ王国が陥落後キリスト教徒によって建設されました。そして目の前に見えてきたのはアルカサバです。アルハンブラ宮殿の中でも最も古い部分とされています。ムハンマド1世もナスル朝宮殿が完成するまではこの場所で暮らしていたそうです。そして塔の上からは先ほど歩いたアルバイ新地区が見渡せます。この門はレコンキスタが完了し、ナスル朝最後の王、ムハンマド11世が通った門とされています。それでは、アルハンブラ宮殿の中心、ナスル朝宮殿に入ってみたいと思います。まずは、メスアール宮です。こちらの部屋はメスアールの間です。政治の中心の場として行政や裁判を行っていました。
壁には美しいモザイルタイルが施されています。次はコマレス級です。この中庭はイスラム建築の特徴でもあるシンメトリーが際立っています。壁一面にはアラベスク模様の装飾、そして天井にはムカルナスと呼ばれる鍾乳石に似せた天井装飾など、至る所で精巧なイスラム建築の美しさを見て取ることができます。そして最後はライオン級になります。ここは当時王の居住スペースとして使われていました。中庭の真ん中には12頭のライオンが水盤を支える噴水があります。そして左側に見える空間が小王の間です。当時王様の寝室だったとされています。それでは最後にヘネラリーフェリ宮に行ってみます。ヘネラリーフェリ宮には水路や噴水が多くあり、水の宮殿とも言われています。ここは王族が夏の時期に使用していた宮殿でした。こちらがアセキヤの中庭です。真ん中には約50メートルの水路があり、その両側を噴水が並んでいます。
はい、いかがでしたでしょうか。グラナダ王国が残したイスラム建築の最高傑作は、見る者すべてを魅了させるとても美しい光景が広がっていました。そしてリコンキスタが完了し、この地にやってきたキリスト教徒がイスラム教徒が作り上げた芸術を破壊せずに守り続けたことを忘れてはいけないと感じました。この先将来もヨーロッパ最後のイスラム王朝が残した建築美が守られていくことを願っています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。